はいどうも、谷口です。よろしくお願いします。第29項ですね。今日は何をするかっていうと、平方完成について見ていこうと思います。これ、最初のうちは苦手な人も多いと思うんですが、今日も丁寧に説明していきますから、わからないって人は何回か見て練習してみてくださいね。それでは早速、やっていきましょう前回ね、 このような形をした放物線のね、図を書いたと思うんだけれども、これは頂点が2コンマ5だったよね。で、ちょっと展開してみます。はい。ここを展開すると、このような形になるよね。でね、今後、二次関数の式がね、この形で与えられることがあるのよ。 で今日やりたいのは何かっていうとこれを頂点が分かる形に変形するための技術をここで勉強します。でこれ名前が一応あってこの形を標準形というふうに呼びます。それに対してこれをきれいに展開してこのような形にしたものこれを一般形というふうに呼びます。 今日はこの一般形で表された式を頂点が分かる形に変形する方法を勉強したいわけだ。で一般形から標準形に直す式変形を平方完成といいう,うに言います今日はこの式変形の技術について見ていくことにしましょう。それでは 平方完成については具体的に問題を通して見ていくことにします。じゃあ、まずこれやってみようか。次の二次式を平方完成せよとして、二次関数の右辺の方だよね。この三つの式を使って、頂点が分かる形に変形する練習をしていこうと思います。それでは、カッコ1から順番に見ていきましょう。はい。じゃあ、この式を通して、 頂点がわかる形、標準形に直す計算練習やってみようか。で、どうするかなんだけれど、まず、x2 乗と x1 乗の2つの項に着目します。まず何するかっていうと、この数字の半分の数字を連れていきます。2の半分は1だよね。ちょっとカッコつけて、え すここの数字の半分を連れてきて2乗とこういう形を作ります。でねす +1 の2乗をちょっと展開してみるよ。そうすると、X、の2乗足す 2x 足す1になるよね。ほら2倍のこれかけこれの 2x が出てくるでしょ。 二重線のところと同じ形が出てくるよね。これ見た時にねこの1が邪魔なんだ。邪魔で何するかっていうとこれを展開すると1が出てくるってことでしょ邪魔な1を引きます。そうすれば二重線のところと等しくなるよね。 3はそのまま連れてきます。ここと、ここは計算ができるよね。x プラス1の2乗プラス2となって、ゴールです。もう一問やってみましょうか。さあ、この式を平方完成して、まあ、頂点がわかる形に直してみましょうか。まず、マイナス4の半分を連れてきます。 マイナス4の半分はマイナス2だね。X マイナス2の2乗。まずこれを連れてくるんだね。X マイナス2の2乗を展開すると、このようになるよね。ほら、同じのが出てきたじゃん。ね。4が邪魔だから、4を引きます。そうすれば、 二重線は二重線と等しくなるねマイナスにはそのまま連れてくるくっついてこのようになってゴールですよろしいでしょうかどう慣れてきたもう一個かっこさんやってみようかあっ先生 3> マイナス3の半分って何ですかね そう思うかもだけど、これ無理やり半分にできるでしょこうすんの。無理やり半分にします。これマイナス2分の3になるよね。ね。マイナス3の半分だから。いいよね。これの2乗をまず連れてきてください。いいね。まあ、この黄色で書いてるのは頭の中でやればいいからね。これを展開するとどうなるかっていうと、 このようになるでしょう 2> おー2倍のこれかけこれだからちゃんとマイナス3が出てくるね。邪魔なのは9 4分の9だから9 4分の9を引いて長字合わせだね。で1がそのまま降りてくるこれがくっつけばゴールだねこのようになっておしまいですよろしいでしょうか で、まず次の話に進む前に、今の計算があまりまだ定着していないっていう人は、まずここで一旦止めて、何回か練習してから次の話を見てくださいね。一個ずつ段階を追って平行慣性を習得していきましょう。それでは 29.、29.2やっていくことにします。さあ、準備はいいまずは29.1を できるようにしてから続きを見てね。今度はちょこっとレベルを上げます。次の2次方程式を平方完成せよとして、今度はね、x2 乗の係数が1じゃないとき、今これ2とかマイナス3とか3とかついてるでしょ。こういうときはちょこっと計算が複雑になるので、29.2はこういった たしきの平方完成について見ていこうと思います。頑張ってね。それでは早速、黒板でやっていきましょう。さあ、やっていきましょうか。2>, 2があるね。2があるね。こういう風にね、x2 乗の前に1以外の数字があるときは、まず最初に定数項以外を、x2 乗の係数でくくってください。ステップ1は、 X2 乗の係数。この式で言うと2だよね。X2 乗の係数で、定数項ってここ、X がいないところね。X いないとこ以外をくくり出すっていうのを、まず最初にやってください。いいね。で、次。このカッコの中に着目します。29.1でやった技術を使って、この 黄色四角を平方完成してみてください。これは平方完成すると、半分を連れてくるんだったね。半分を連れてきて、頭の中で展開して、展開して、一が邪魔やな。このようになるよね。で、黄色四角は平方完成するとこれなの。いい黄色四角はこいつになる。黄色四角はこいつになる。 中括弧を使って黄色四角をこれに書き換えてください。はい、ステップ2。2> 中括弧を使って黄色四角を平方完成。いいね。で、これちょっと中括弧使わないと計算ミスが出てくると思うんで、なるだけ中括弧使うようにしてね。この後何をするかっていうと、中括弧のところだけ展開してください。よいしょ。よいしょ。分配法則を使って、 開きますここはこのように変わってまとめれるねこのようになってゴールですよろしいでしょうかで、この平方関西のやり方はおそらく学校の先生とかによってねやり方がまちまちだと思うんだけれど、まあ、いろんな方が見られてると思うので今日僕はオーソドックスな教科書通りの 教科書通りのやり方を紹介しましたまた、あ、学校の先生のやり方がいいよって人は、まあ、学校の先生のやり方に従ってくださいねそれでは2やっていくことにしましょうさあ今度は −3x の2乗足す 6x+1 定数項以外をまずこの数字でくくりますこのようになるよね 黄色四角を隅っこで平方完成しましょうこいつを平方完成すると半分連れてきて展開したやつが邪魔なんで引くんだよねこういうふうになりそうだよね中括弧を使って黄色四角をこれに変えますこういうふうになるのかな ここの大きな塊はこれに変わる。大きな塊はこれに変わる。いいね。あとは、分配。分配。展開します。中の括弧もう展開しないでね。いいね。中括弧だけ展開するんだよ。はい。こんな感じなのかな。あとは、ここの数字を足してゴールです。このようになってゴール。よろしいでしょうか。じゃあ次。 3番、やっておしまいにしましょう。じゃあ、ラストだね。ラストは、こいつだ。ね。定数項以外を3でかけるんだね。このようになるのかな。嫌な形が出てきたぞ。ここ、マイナス1がかれてるよね。これの半分は、分数使おう。マイナス2分の1だ。x の2乗マイナス x は、 半分を連れてくる。x-2 分の1の2乗。ここから、展開したときに、展開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 したときに邪魔な、4分の1を引くんだね。中核を使おう黄色四角は、黄色四角は、このように、このように変わるのだ分配。 分配と展開します。こうなって、あとはここを計算すればゴールだね。このようになってゴールです。はい。本日は平方完成のやり方について丁寧に見てきました。これ、今後の 二次関数の話を進めていく上で、基礎の基礎となるお話なので、きちんと練習してやり込んでおいてください。次回以降、この超やった計算を使って、さらに二次関数を深く見ていこうと思います。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。お疲れ様でした。